それではまず最初に自己紹介します。はい、中学2年生のなずなです。はい、中学2年生のニナです。ゆい、イエーイ。私たちは富山県から来ました。おーい。少しちょっと地震のことについてお話をさせてください。私はあの富山県の射水市、あの皆さんご存知かな、海王丸があるところに住んでるんですけど、うんうんね、海側の方に住んでるんですけど、地震が起きた時は家にいて、すごく味わった、皆さんもそうだと思うんですけど、味わったことないぐらいのグラ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 揺れて、すっごい怖かった。そうなんだ。ニナはその時岐阜にいたんですけど、すごい岐阜でもすごい揺れが伝わったから、そうなんや、すごい怖かったなって思います。そうで、その後に大津波警報が出て、急いで避難して、もう本当にビクビクしながら、もう緊張、死ぬんじゃないかと思って、めっちゃ緊張しながら車で逃げてました。すごいアラームもたくさん鳴ったし、同じ思いされた方も多いんじゃないかなって思います。皆さん大丈夫でしたか？どうでした？大丈夫でした？ね、皆さん生きてて本当に良かったなと思います、ね、で、私は今まで地震は揺れるだけだと思ってたんだけど、私の近所で水が出なくなったりとか、あの下から砂が出てきたりとか、あと道がでっこぼこになったりとか、もうそれがすごく大変だし、もう工事もまだ始まってないので、治るの3月ぐらいって言われてるんですけど、なんかちょっと治るんかなってすごい心配してます。もう道とかまだ治ってない感じ？そう、全然治ってなくて、近所のコンビニも水が出ないし、あとは私が14歳の挑戦で行ったレストランがあるんですけど、そのレストランもデコボコすぎて、もう回転できないぐらいになってるので、あの早く治ることを願っています。だね。そうだから、このチャリティーライブを聞いた時に、あの大変な思いをしている方がたくさんいると思うので、少しでも応援になるかなと思って、何人2人で出ることを決めました。はい、やるからには皆さん盛り上げられるように頑張ります。なので皆さん、声ガラガラになるぐらいに盛り上がっていきましょう。イエイ。じゃあちょっと、初めてだよって方もいらっしゃると思うので、少し「あの何？」って言ってみましょう。ちょっと声鳴らしでいきましょう。いきますよ、せーの。いいですね、いいじゃないですか。いい声鳴らしにもなりましたし、これで何の名前覚えられましたね。覚えたよね。 OK OK OK。 じゃあニナちゃん、最初の曲いっちゃおう。まず初めの曲はナーニーのオリジナル曲、ダンスオブリップです。盛り上がっていきましょう。イエーイ。それではダンスオブリップ、どうぞ。
がとうございます。ありがとうございます。では次はダンスカバーをしたいと思います。イエーイ。次の曲はミーアイさんのリップハイです。実はこの曲は私たち歌の練習もしたんですが、ちょっと事故りそうなのでダンスカバーとさせていただきます。はい、それではリープハイどうぞ。
ニーの持ち時間がそろそろ少なくなってきましたので、次がラストの曲です。ありがとうございます。ナニーはね、A をもらって成長するのでね、これからイベント来るときは A をください。お願いします。身長も伸びますからね、これってね。そうやね。はい、ということで最後の曲はナニー最大のヒット曲、夢はナニーです。ちなみに CD は発売しておりません。ですね。ナニーのサビにはナニーポーズっていうのが出てくるので一緒にやってほしいんですけど、やろうか、うん、ただただね、あの右か左どっちかでいいんですけど、そうそう、人差し指を頭につけるっていうだけでいいんですけど、やってもらってもいいですか。ナニーポーズです。ああ、最高です。あ、最高です。最高です。はい、私が君の夢はっていうのでなーにって言いながらこのポーズをしてもらったら嬉しいです。はい、いきますよ、せーの。君の夢はなーに。あー、ベテランが多いですね。ベテランが多いですけど、ちょっとね、まだまだついていけない人もいるかなと思うので、もう一回いきますね。ちゃんとなーにって言ってください。お願いします。せーの。君の夢はなに。あー、すごい、言う人が増えました。嬉しいです。じゃあこれをぜひ曲中でやってくださったら嬉しいです。それでは夢はなに、どうぞ。
のステージは終わります。まだまだどしどしイベント続きますので最後まで楽しんでいってください。以上、なずな、みな、なーにんでした。せーの、ありがとうございます。